私はいわゆるタヌキであるが、天狗に遠く憧れて人間を真似るのも大好きだ。したがって我が日常は目まぐるしく、退屈している暇がない。ソウさんがいなくても私にはお前たちがいるのだから。下鴨弥三郎剣山。弥次郎兄さんは井戸の中だ。どこまで役に立たなければ気が済むんだあいつは。弟たちがカエルとアホウと坊やだからな。また来てしまったよ。アホウの角しからしむるところだ。うわぁ、さすが兄さん、もう拍手喝采。うるせえよ、ほっとけ。下鴨家は二度と立ち直れないこと受け合いだな。二世門が金曜クラブに食われた。私に食べられるあなたがかわいそうなの。とても美味しいお鍋でしたよ。先生が飛べなくなったのは我々のせいですよ。妄想の天空を実際に飛行するのは天狗たる者の承諾の権利に他ならぬ。父上を鍋にして食ってしまった弁天様に、なぜ俺は惚れたりするのかね。出て行け。タヌキであることをやめたのだ。あいつは俺の弟だ。夏の風物詩たる五山の送り火の匂い、浮かれる人間どもに調子を合わせて我らタヌキが浮かれるのも、結局はそのアホーの血の力しむるところであろう。宇宙天家族、面白きことは良きことなり。